この Kindle にですね、はい、グルジェフ総論、はい、というのが入っていて、この本ではあまりこのタイプの説明はされないんですね、うん、このタイプはこうでこうでっていうのはされないんですけど、まあ、最後になんかサービス的に出てくるんですよ。で、Q での固着、はい、タイプ Q は性格のエニアグラムでその王冠とも言うべき位置にふてぶてしく居座るだけあって、はい、うん、9つのタイプの中で最強のチャンピオンと言えるかもしれない。トラバリのチャンピオンそうなんですよ、はい、何しろ、うん、生きることを始める前に、うん、もう、うん、生きることの価値を見限ってしまっていると、うん、どこにも行くものか、うんうん、という落ち着きを持って、うん、その頂点の位置で、うん、瞑想とかヨガを始めてしまったらもう動かしようがないと、うんうん、どうして、要はエニアグラムってこの、はいはい、ぐるっと回って、うんうん、悟るわけじゃないですか、うんうんうん、この人はもう初めから、うん、動かないんですよ。もう知ってるしって、全部価値ないよね、全部と、まあ、知ってるしなのか、うん、はい、多分そういう感じじゃないですか、見かけってる、全部もう 2も3も4も5も6も全部無意味だよねみたいな言ってもないのにねで、どうしてわざわざ演習を一周し、うん、同じ位置に戻ってくる必要があるのか、うん、同一化から出して、うん、二元性の自覚と向かう、うん、右回りの動きを始めるべき理由がわからない、うんうん、もう分かってるし言ってないだろで、母親の体内での平和で争いがなく、うん、自他の区別もない状態、うん、まあ、この人は同一化しますからね、はいはい、何もしないでも全てが提供される状態へのこだわりとも見えると、うんうんうん、この位置に固着した人たちは、うん、平和や静けさ、うん、瞑想を求め、うん、論争や対立を好まない傾向を見せると、うん、そうしたこだわりに結びついた精神的な価値を信奉し、うん、時にその方面での権威を語ると、これは人に可能な自己欺瞞での中での最強のものともなりうると、演習をたどる中、2の中に3を認め、3の中に4を重ね、それに対応する力を自らの内部で育てた人は再びエニアグラムの頂点であるこの位置に立つと。そうなんですよ、回って初めてね、お釈迦様もねちゃんとね、うん、旅に出てるんですよ、うん、もうどこにも行かずに悟りましたなんて言ってない、うん、言ってない言ってないです、うん、で、普通タイプ Q と呼ばれる人たちはそうではないと、単に演習場の同じ位置にいるというだけで、うん、演習を一周した人だけが保有するふさわしい価値観や理想を自分は一歩も足を踏み出すことなく口にする、うんこれを見たときに、ね、もう電車の中でもうクククククってもう笑いが止まりませんでしたと、うん、どう思います？痛くないですか？痛くないですだから多分こういうとこですよ。そうなんですよね、はい、ここをね僕はね、うん、こうやって動かしたいんですよ。痛くだってもうあれですもんあれですもんってあれですもんって痛くないですだから自分自身はもうこう客観的に見てるみたいな。そう、最強なんですよ動かないんですよ。動かないですよ、はい、うん、ここをね、うん、まあ一歩でも動こうかなっていう気分になればと思っております、はい、ごきげんよう、はい、そう、すでに悟っているでもまあこれが本物かっていうところですよね。悟ってるとは思ってないですけどね。同じことを口にしてますけどね。同じことを口にしてるだけで、はい、自分は悟ってるみたいなことは思ってない。あ、じゃあどこかで、うん、このなんて言うんでしょう、僕がよくやるこのもう我慢できんみたいなうずき心の、うんうん、そういうのはある？あまりないご機嫌な人ですもん。ああ、なるほど。それもなんて言うんでしょう、ご機嫌主義である山田玲一さんは日々戦ってるんですよ、うん、戦ってないですもんね蓋をしてるそうなんですよね。 その辺、うん、自称悟った人ほど強固な思い込みがあると思うと、うん、そうなんですよね。多分こう、でも Q の人は、はい、私誘ったって人は少ない。言わないですよね、絶対言わないと思う。言わないし、はい、思ってないと思うんですよね。あ、そうですね、実感はない。ただ、うん、言ってることが同じことを多分言ってるんですよ。まあなんか自分自身に対してもそんなに価値はないと思ってる。
多分お釈迦様も言いますよ、そうやって他人にも対しても言う、聖人とはそうだって言いますよ、はい、みたいなことを。だからこう自分がなんか悟ってすごい人間だとは思ってないし、はい、まあ、クズみたいな、でもみんなクズだよねみたいな感じですよ多分お釈迦様もそう言うでしょうね、はい、そんな感じで思ってる。ただこれが多分なんて言うんでしょう、自分の足で悟った人と、はいはい、もうなんかそう感じてる人ですよ多分。なんかある意味本当最強ですねある意味最強なんです、うんうん、このね、ここなんかぐらつかせられるのか、なんて言うんでしょう、なんかそういうのが少ない感じなんですよね多分。こういう葛藤ね、もやもや、うん、もやもやっていう、全部すぐ諦めちゃう、悟ったやらなくていいんだこれは、その諦めしたい諦めというのは明らかにして見極めたんだと明らかにして見極めたというか、もう最初から諦めてるまあ、うん、なんて言うんでしょう、欲を捨てた、うん、よくお釈迦様が言うんですよ、うんうん、4つの諦めがあると、うんうん、でそれのなん苦しめてる元は欲望だと、うんうんうん、それがないなんか本当最強ですよね、はい、だからそれをなんかなんとなく思ってるんじゃないですかね。だからもう何もしない、何も求めないでそれがいいのかっていう話なんですかね、うん、成長はないですよねって。あー、うん、うん、でも例えばお釈迦様のところにね、うんうん、悩んだ人が行くじゃないですか、うん、はいはい、で聞くと、うん、同じことを言ったとしますよね、うんうん、これなんとなく僕が思うのに、はい、なんか人へのアドバイスはいいんですよ、はい、なんか響いてくれる人が結構いる。そう、僕この動画を今3年も延々とやってるのは売れると思ったからです、はい、この商品売れるって響いてくれる人は結構いるんですけど、はい、自分に対しては何の役にも立てない感覚はある。自分が、まあ、なんか要はこう葛藤を避けたりするわけじゃないですか。もう諦めちゃう、戦うのを諦めちゃうと自分が損するんですよみたいな感覚はある。あ、だけどこう戦ってる人見たら、はい、こう響くわけじゃないですかお釈迦様みたいな言葉がそうですね、じんわり、うん、まあ、あの夏の日のなんか水やりのようにじわーってきますよ、はいはいはい、っていう感じですよ僕の感覚、自分自身に対する僕の感覚としては。あ、だから戦わねばがあります。戦わねばって戦ってるなるほど、ちょっとこの辺をね、うん、くすぐっていきましょうか、はい、